東福寺は東京都渋谷区渋谷三丁目5番8号にある天台宗の寺院。3号は渋谷山。渋谷山新農院東福寺は1173年延鎮創上によって武蔵国に豊島軍国聖書といった現在地に改装されたと伝えられている。東福寺は改装当初から隣接する近納屋あたぐゆの別当院で渋谷区内最古の寺院である。 1500年に村岡五郎左衛門重吉が記したという奥書きのある本能八幡神社社記によると当時の曹操を1 9 9 2年と言い,い1704年に鋳造された東福寺照明には五霊勢天皇の御代と記されているが今からおよそ8から900年も昔のことでその曹操の時代はすでに伝説の世界と交錯していると言ってもよい1092年 源義家が、あと三年の役の外旋の途中この地に赴き、領主、川崎元家が、秩父名を剣山に廃棄する実月二流のお旗のうち、月のお旗を恋求めて、八幡宮を勘定した。その折、九百三十九年の平野正門の乱の、時源常元が宿泊したという家を改めて一時となし、真の委員と称して、別当時とした。これが、 東福寺の規律である。盆昇木造、薬師、如来座像銅像菩薩立像、木造不動明、立像。ありがとうございます。